お疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回ブログの書き方ということでね、ナミさんからも動画送られてきましたけども、私も大筋同意でですね、私の言い方としては UEI というふうな言い方になるんですけども、 U っていうのはまずブログを書くときに私はこうですっていうふうに、この筆者の気持ちを書くんじゃなくて読者さんに対して呼びかけるんですよね。こんな悩みはありませんか、こんな状況になっていませんか、こういうお困りごとをあなたは抱えていませんかっていうふうに書くことによって、そのまあ一番最初の投げかけに反応する人をぐっと引き寄せるんですよね。で、逆に言うとそれに反応しない人にはもうね、記事から去っていただくっていうことでフィルタリングをまずかけるわけですよ。で、まず読者さんが自分のこと言われてるなと思ったら、そこで接点ができるわけですから、その後でブリッジをかける、つまり私たちっていう関係にしていくんですよね。その時には原因はこうですよってお知らせすること非常に大事なんですよ。私もそういった原因を持っていて、今は解決したんだけども悩んでいた時期があります。つまり私の気持ちとあなたの気持ちは同じですよってことで、一定の納得感を持たせることによって、その原因が分かれば納得感が得れますんでね、あ、確かにそうかもしれないな、じゃあこの人の話を聞いてみようかなっていうふうに思っていただけるんですよ。その時にまずじゃなくて最終的に自分の伝えたいことを伝えていく、つまり私の主張はこうですよと、私のあなたに対する問題解決はこうじゃないですかっていうふうに言うことなんですよね。この順番で非常に大事で、大体、話のね、嫌われそうな人っていうのはまず自分の主張を言っちゃうんですよ。例えば飲み会に行っても過去の武勇伝を話す人ってやっぱ嫌われがちっていうふうによく言われますけども、そうじゃなくてまずはね、部下なり後輩の思いをまず聞いてあげると、なるほどって、確かにそうだよねっていうふうに深い共感を得た後で、部下や後輩の人がね、何々先輩は何々部長はどういうふうに、問題を解決してきたんですかとかね、こういう時どうしますっていうふうに必ず聞かれる、もしくは聞こうというふうな気持ちになってるんですよ。その時に、いや俺なりの意見を言わせてもらうとねとか、俺の経験から言うとね、ちょっと時代錯誤かもしれないけども、こういうふうに見えちゃうんだよねっていうふうに言うことによって、非常に強い納得感と、あ、確かになと、自分のことを分かってくれた、聞いてくれたこの先輩だから、この上司だから、そのアドバイスっていうのは自分にも効くかもなっていうふうなね、納得感を得た上でその言葉を受け取ることができるんですよ。まあ、ですんで、話ベタな人っていうかね、話が長いよって言われる人っていうのはまず苦痛なんですよね。自分の主張ばかりを押し付けられてるのに感じるからなんですよ。でもどちらかというと、何々先輩話が長いんだよ、何々部長話が長いんだよって言われちゃうとちょっとやばいなと思いますけども、でもね、長い話なのにずっとね聞き入る、そして二次会でも三次会でもついてきてくれるような、そんなね関係を作ろうと思うと、まずは徹底的に U の視点ですよね。あなた方はどういうふうな気持ちを持ってるんですか、あなた方は何につまずいてるんですかってことをもうね、ネタが尽きるまで聞いてあげることなんですよね。そして感心したり共感してあげたりする、その表現をむちゃくちゃすることだと思います。まあブログの書き出し、ウェブライターが上手な人も最初はねものすごく共感するんですよ。例えば私の場合はロスジェネ世代のことをね、よくね YouTube で話すんですけども、具体的に49歳未婚の男性、将来はない、年金計算したら毎月6万しかない、これで一体どうやって将来を夢見ればいいんだと、今から何にもやる気がなんないやと、もう本当いっそ明日なんて来ないでくれって気持ちでいつもベッドに入るんだ、そういうふうな気持ちの方に、私も本当に同じロスジェネ世代としてすぐ共感することと、もう何に対してぶつけたらいいか分かんない怒りがあるんだっていうふうに、UEI の We を作っていくわけなんですよね。最終的にそれでも打つ手は打っていかないといけないから、まずはポイントサイトから始めて目先の3万5万を稼いでいこうと思うんだけど、ここに登録していこうかみたいなね、そんな流れを作っていくわけなんですよね。最近はその小野里さんとね、また動画のやり取りがなんとなく始まってですね、ポイントサイトのおすすめとかを結構やってるんですけども、もしねポイントサイトもっぴゴールデンウィークで使ってしまった5万とか10万をね取り戻そうと思うんだったら、今ポイントサイトもっぴがむちゃくちゃいいですよ。住宅展示場に行ってね、1件5000円もらえるやつとかね、だから住宅展示場に行って家のモデルルームを3件見たら1万5000円ですからね。それからワイモバイル、これねワイモバイルを契約して来週には新規だろうと乗り換えだろうと2万円振り込まれてますから、そしたら解約 OK、 何の縛りもなし、解約違約金なしと、初月の事務手数料だけ3000円ぐらいかかるかなっていうところですよね。まあこういった案件がねボロボロ落ちてくるわけなんですよ。だからロスジェネ世代といえども、先が見えないといえども、こういった小さな光を見せてあげることによって、そのぐらいだったらやってみようかなっていうふうに思わせることができれば、そこからまた突破口が開いていけるんじゃないかなと思ってね、日々語りかけていこうと思います。まあ再生数がねなんか一時期みたいにガンガン上がらないんですけどね、まあでもこれが多くの YouTuber が抱えている悩みかなと思いますんで、誰かこの悩みに解決策をお願いします。もうアクセスが上がりません。ではいってらっしゃい、お疲れ様です。